この先にミトスがいるんだな。大いなる祈りも一緒にあるはずだよね。みんな、多分これが最後だ。私は問題なくてよ。これから起こる戦いをあるのままに受け入れる。そして勝つ。ああ、勝つよ。瑞穂の里のみんなやコリンや臆病だった私を信じてくれたみんなのためにも、そして自分のためにも。もう誰も私みたいな間違いは繰り返してほしくないから。自分が犠牲になればそれでいいなんて歪んだ考え方はダメだから。誰だってみんな当たり前に暮らしていいんだよね。この世界にいてもいいんだよね。人もエルフも僕たちも。その通りだ。だから我々はこの戦いでミトスから大いなる実りを取り戻し、それがなければ異種族の間のしこりを取り除くことは愚か。世界は滅亡します。それは悲しいことです。私たちは世界を統合して新たな世界に新たな約束を結びましょう。俺様が好きなやつも俺様が嫌いなやつも俺様の住む世界にいていいってことだ。それが当たり前なんだからな。だから俺も逃げないぜ。よし、行こう。誰もが生きてることが当たり前の世界を取り戻すために。帰る。私は帰る。ミトス、僕の話を聞いて。戦うなんてやめよう。世界を統合するために大いなる実りを返して。帰る。私は帰る。おかしい。まるで人形みたいだ。何？わざわざ運んでくれてありがとう。ようやく融合できたよ。クソ、そういうことだったのか。ミトス、マーテルはもう亡くなったんだよ。嘘をつくな。姉様は生きている。僕もこうしてクルシスの奇跡に宿っているように。それは生きているんじゃない。無期生命体に体を奪われてるだけだ。それの何がいけないんだ。何？どうせこの体に流れているのは僕たちを差別する人間とエルフの血だ。そんな汚らわしいものは捨てて無期生命体になった方がマシだよ。来て、言ってるのか。そうだ、見ろ。無期生命体になれば姿形や成長の促進も思うがままだ。みんなが無期生命体になればいい。前にも言っただろう。差別をなくすには全ての命が同じ種族になるしかないのさ。お前は根本的に間違ってるぜ、ミトス。差別ってのは心から生まれるんだ。そうだよ、ミトス。相手を見下す心、自分を過信する心、そういう心の弱さが差別を作るんだと思う。お前だってそうだろ。人やエルフを見下して家畜扱いしてさ、それは心の弱さだ。
このままでは無期生命体になっても変わらんな。差別はいくらでも生まれる。じゃあハーフエルフはどこに行けばいい？どこに行っても疎まれる。心を開いても受け入れてもらえなかった僕たちはどこで暮らせばよかったんだ？どこでもいいさ。ふざけるな。ふざけてなんかいない。どこだっていい。自分が悪くないのなら堂々としてればいい。それができなかったから僕らの居場所が欲しかった。あった。被害者面は良くないぜ。その到底相殺しきれない。あなたのしたことで数えきれない人々が無意味な死に苦しめられた。その人たちの痛みをあなたは感じていますか？人は変わるものよ。たとえ今日が変わらなくても1ヶ月後、1年後と時間が経つうちに必ず変化が訪れる。全ては許されないかもしれません。でも償うことはできます。あなたの中にも神様はいるでしょう。漁師っていう神様が。許しを請うと思っているのか？バカバカしい。神様なんていないよ。だから僕は僕の理想を追求し続ける。僕の居場所が大地になく無期生命体の千年王国すらも否定するのなら、僕はデリス・カーラーンに新しい世界を作るだけだ。姉様と二人の世界を。誰一人何もできはしないのさ。消えろ。レイン！天井！たまに邪魔をしない。タッチしろ！ゴー滅に行くわよ。やるね。マジの煉瓦弾。あまり。王天下！消えろ。おい、三点に。大きさくれきゅうり。王天下！報酬だ。たまに。遅れんじゃないよ。あなたこそ魔女コン。タッタッタッシュー。エスキープ。イノセントゼロ。タッ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 ジャーランス。タッヘイクスプレイ。今助けます。アートレスサークル。消えろ。
げよ。大将の医学人、行くわよ。アトレスサークル頼む。タッチッ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 この世界の全てを見返してやる。お前たちには僕の気持ちはわからない。甘いね。
消える。アリシアと同じです。クルシスの奇跡がある限りミトスは生き続けます。そしていずれは奇跡に支配される。ミトス、もうお前たちの正義ごっこに付き合うのはごめんだ。さっさと奇跡を壊せ。デリスカ・アランは離れていく。
ミトス、早くしろ。僕も僕ではなくなる。ロイド、ミトスを助けて。ミトスのままで行かせてあげて。わかった。さよならだ、僕の影。僕が選ばなかった道の最果てに存在するもの。僕は僕の世界が欲しかった。だから僕は後悔しない。僕は何度でもこの選択をする。この選択をし続ける。ここに俺たちの世界にいてもよかったのに。バカ野郎。古き契約の主は消えた。新たなる契約の主よ、この剣に何を願う？二つの世界を、あるべき姿に！戻ってきたのか。何が起きたんだ。あんたたち。願いは叶えた。しかし、楔がない。楔がなければ大地は死滅する。どういうことですか？もともと世界は滅亡を防ぐために二つに分けられたのだ。あるべき姿に戻れば、世界を支えるマナーは不足する。大地は、消滅しようとしている。そんなごたくはどうでもいい！それより、どうしたら大地を守れるんだ！二つの世界を支えるため、大地を楔とする。大地の滅びを防ぐには、それしかない。大樹カーラーンを目覚めさせるんですね。そうか。ロイド、急いで。
大いなる実りにデリスカーランのマナを照射しないと。よし、頼む、エターナルソード。すでにデリスカーランは大地の引力圏を離れようとしている。これを引き止めることはかつてのユグドラシュミトスすらできなかったことだ。それでもやるのか。あ、エクスフィアで強化していても体が持たないだろう。それでも本当にやるのか。やるったらやるんだよ。やんなきゃどうしようもないだろうが。承知した。どうしてだ。マナが弾き返されちまう。大いなる実りが死んでしまっているんだわ。待て、行かないでくれ。頼むから目覚めてくれ。エターナルソードも消えちまったのに。エターナルソードが。よかった。これが最後の願いだ。エターナルソード、大いなる実りを目覚めさせて。頼む、頼むから目覚めてくれよ。お願い、目覚めろ。大樹カーラン。私はマーテル、そして大いなる実りそのもの、人々の希望が、そしてロイド、あなたの希望が私をよみがえらせた。あなたがミトスの姉さん？いえ、ミトスの姉であったマーテルは私の中の一人に過ぎません。
私はマナーそのものであり、大樹そのもの。大いなる実りに吸い込まれたたくさんの少女たちの象徴。大樹と寄り添うために誕生した新たな精霊。そして種子は今、私と共に新たな目覚めを迎える。これが大樹カーラン。すごい、とても大きくて綺麗。これが大樹の未来の姿。でも今はまだ小さな芽。このままではすぐに枯れてしまうでしょう。どうしたら大樹を守れるんだ。この大樹を慈しみ愛すること。その約束が果たされる限り、私もこの木を守りましょう。約束する。もしも木が枯れそうになっても、必ず俺たちが食い止める。ではロイド、代表としてあなたにお願いします。契約の証としてこの大樹に新たな名前を。え？大樹カーラーンはかつてエルフがこの大地にやってきた時、彼らを守る者としてここに植えられた木。新たによみがえったこの木は、エルフと人とその狭間の者すべての命を守る存在だからこそ、この木には新しい名前が必要です。ロイド、名前を決めてよ。私たちみんなの木に。この木は世界をつなぐくさびなんだよな。よし、決めた。この木の名前は、thank you.
ばあさま。おお、巫女様。うん、おばあさま。私、もう巫女じゃないよ。そうじゃのう、コレット。よくやったのう。おかえり、コレット。ただいま、お父様。そうか。クラトス様は、デリスカーランと共に、最果ての旅へ出るか。お前たちはどうするね。イセリア・トエラへ帰るのか。いいえ。私たちはまた、新しい土地を目指します。少しでも、ハーフエルフたちが受け入れられるように、世界を回るんだ。苦しい旅になるの。疲れたら、イセリアという故郷に帰ることができます。あそこは僕らを受け入れてくれたから。ただいま、みんな。シーナ、無事で何よりだ。おめでとう、シーナ。めでたくなんかないよ。私たちの目の前には新世界が広がってるんだ。棟梁の起こしたイガグリ流をみんなに知らしめないと。ああ、いつか口縄が戻ってきた時のためにもな。そうさ、みんな頑張ろう。瑞穂の里を立派な隠密集団にするために。ほら見ろ、教皇なんかが出しゃばって俺様を追放したりするから世界が大変なことになったじゃねえか。では巫女よ、どうするというのだ。元シルバラント領のイセリアに和平の使者を送るんだよ。使者？誰を使いに出すのだ？瑞穂の里のシーナがいいんじゃないかな。因縁があるんだから。死の使者から平和の使者か。嫌とは言わせねえぜ。マーテル教会をどうにかするならば、俺様まだ巫女の権力を持ってるんだぜ。アリシア、私やっと自分を取り戻したわ。やっと時間が動き出したの。あの16年前の夜から。ねえ、信じられる？私28歳になったのよ。おかしいね。アリシアと話していたのか。はい。先ほど鉱山の一部を破壊した。これで新たなエクスフィアが採掘されることはないだろう。よかった。リーガルさんはこれからどうするのですか？我が社の総力をもって復興に協力する。新たな世界づくりのために。私も協力します。アリシアもパパもきっとそれを望んでいると思うから。本当にデリスカーランへ行くのか？クルシスのハーフエルフがいては他のハーフエルフたちが住む場所を失う。この騒ぎの責任はクルシスの生き残りとして私が負うべきだ。俺はこの大地に残されたエクスピアを回収する。そして私がクルシスの所有していたエクスフィアたちを宇宙に流す。結局最後までお前を巻き込んでしまったな。そんなのはいいけど。そろそろ行くぞ。その剣で我らをデリスカーランへ運んでくれ。さよなら、父さん。お前は私より先に死ぬな、ロイド。私の息子よ。父さんは行っちゃったよ。これでよかったんだよな。止めなくてよかったんだよな。ロイド、おめえ本当は一緒に行きたかったんじゃないのか？いや、俺には俺のやるべきことがある。父さんには父さんのやるべきことがある。それにここには親父もいるしな。そうか、ならわしはもう何も言わんよ。父さんの剣は母さんのそばに置いていくから。じゃあ行ってくるよ。